あんた、今幸せか？ほう、そりゃ結構。けどな、そうじゃない人間もいるってことを頭に入れといてくれ。はい、こんにちは、僕です。今回は、うつ展開のゲームを紹介していきます。ちょっと偏った趣向となっているかと思いますが、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。まずは、旧スクウェアから発売された、ライブはライブ。HD2D でフルリメイクされた、その、近未来編からご紹介します。孤児施設で暮らす、主人公アキラは、人の心を読む特殊能力を持ちます。こいつを連れてきゃ、今日のノルマ達成だぜ。その力を駆使し、多発する、行方不明事件を追いかけるうちに、想像しがたい、悪の計画を知ることとなっていくのです。液体人間。それは文字通り液体となった人間です。液体となることで肉体的な力を失う代わりに精神力が飛躍的に上昇する技術であり、素材となった人間は生きたままロボットの原動力として活用されます。そして行方不明となった人々はこの液体人間へと加工されていたのでした。ちょうど人間相手にテストを行いたかったところです。液体人間ロボット W1 号、その力を見せてあげなさい。おま、ご、お前、殺す。液体人間ロボットと戦うこととなったアキラは、それが同じ孤児施設で暮らす渡辺の行方不明となった父親であることを知ります。お前が息子よ、元気でいてくれ。チリオハウスで こいつ、渡辺の。アキラはそのことを渡辺に伝えることができませんでした。もちろん液体となった人間が元の体に戻ることはないのでしょう。この池の水、これこそ6万リッターの液体人間なのだ。そんな格好にならなくてもな、一つにはなれんだよ。続いても同じく、旧スクウェアから発売された、ロボットシミュレーション RPG、フロントミッションのご紹介です。本作は、様々なパーツを組み替え、歩行兵器、バンザーを強化し、あまたの戦場を生き抜くゲームとなります。架空の島を舞台に物語は始まり、偵察任務中であった主人公たちの部隊は、突然、敵の襲撃を受けることになります。主人公の恋人である婚約者でもあるカレンは敵部隊のドリスコルになすすべもなく撃墜され、その消息を絶つこととなります。そして偵察対象の工場は爆破され、それをきっかけに戦争が始まったのでした。それから1年後、恋人を失い戦争を引き起こした当事者とされた主人公は軍籍を剥奪されるも、この島に留まっていたのでした。そんな彼の元に現れた傭兵部隊の司令官に挙兵され、主人公は再び戦いの場へ身を投じることとなるのでした。恋人の仇を探すために。ところが戦列に加わって間もなくのこと、思いがけない情報を得ることとなります。あの日死んだと思われたカレンが生きていたのでした。情報を頼りにカレンの行方を追い求める主人公でしたが、その足取りをつかむことができません。そして各地を巡り戦い続ける中で、カレンとの思い出が蘇るのでした。ここは
カレンが愛した島だからこそ主人公はここに留まり続けたのでしょう。必ずカレンを見つけ出す。主人公はそう心に誓ったのでした。多分絶望の中に希望を見出した主人公でしたが、思いもしない形でカレンと再会する時がやってくるのです。そこはかつての工場跡。あの時と同様に待ち受けていたドリスコルが現れます。彼は思い出話を始めたかと思いきや、これまで探し続けてきたカレンがこの場にいることを告げます。察した主人公は再び絶望の淵に立つこととなるのでした。カレンデバイス。カレンは B 型デバイスとなり、ドリスコルの機体に組み込まれていたのでした。 B 型デバイスとは Bioneural Device、 すなわち人間の脳を機械の部品とする生体コンピューターであり、カレンはバンザーのパーツとなっていたのです。主人公はカレンを回収、そしてこの島の平和のため戦い続けるのでした。なお、入手したカレンデバイスは使用することができます。続きましてご紹介するのはゼノギアス。またも野球スクエア作品、ロボットも出てきます。この作品は全編を通して壮大な宇宙要素を抱えた物語となっております。中でもその場のインパクトが強いソイレントシステムが挙げられますが、今回はある一人のキャラクターに焦点を当てていきましょう。物語序盤、キスレブテートのスラム街で出会う。彼の名前は上達屋のハマー。ボンバットのような容姿の亜人で、犯罪者習慣区画でもあるこのスラム街で暮らす囚人です。彼は人一倍力に対する憧れが強く、そこに現れた主人公フェイに対しても初対面から早速取り入ろうとする姿勢がうかがえます。明け透けでちゃっかり者の彼ですが、調達屋として情報物資の調達力は高く、このキスレブにおいて非常に頼もしい存在だったのではないでしょうか。本人としてはこの習慣区から抜け出したいと考えており、そのための手段としてフェイを利用しているという節もあります。フェイのためというより自身のためであることは見え透いているのですが、彼のその必死な様は見ていてどこか憎めない。そんなキャラクターとしてハマーは仲間との信頼を築いていくのでした。その後無事に自由を得ることができたハマーですが、フェイと共にいることが自身の利につながると踏み、これまでと変わらずついてくる姿勢を見せます。上達屋としてうまく立ち回り、微笑ましい場面も多くありますが、キスレブから離れても変わらず頼もしい一面を見せてくれるのでした。またキスレブ組のハマートリコはこの辺りから非常に仲が良く、二人セットで登場する場面が多くなってきます。ハマーのモチーフは先ほどのフロントミッションでアシスタントグラフィックデザイナーを務めた浜坂慎一郎と言われています。ハマーとリコの関係は、彼と同じくフロントミッションのグラフィックデザイナーであった野村哲也との関係を参考にされたことが公式の設定資料集で明かされていました。話がそれましたが、やがてハマーは部屋に引きこもり表舞台から姿を消します。次に姿を現すのは物語中盤の終わり、敵国であるソラリスにいよいよ潜入するというタイミングです。それまで物語に全く関与してこなかったハマーが突然身を乗り出してくるのでした。潜入後別行動となっていた仲間たちが捕まり、安否が危ぶまれる場面もありましたが、辛くも全員無事に揃い集まることができたのでした。そんな中ハマーはヒロインであるエリーの両親を救うことに成功していたのです。ですがこの時点ですでにハマーの様子がいつもと違うことは容易に見て取れるのでした。ソラリスからの脱出が近づくにつれ、気が流行る他の仲間とは異なり、ハマーにはここまで来てしまったことへの焦りを感じます。そして
脱出が目前に迫った時、ハマーはこれまで共に連れ添ってきた仲間に銃を向けるのでした。エリーの身柄を確保することが目的で、それを条件に自身の身の安全を取り付けていたのです。フェイやリコは当然想像だにしなかったことでしょう。ハマー自身にも割り切れない思いがあるのですが、強い仲間たちの中でこれまでに募ってきた劣等感が噴出し、憤っていた思いを吐露するハマーに、リコは返す言葉が見つからないのでした。リコだけでなく誰も彼に寄り添う言葉を見つけることができなかったのです。やがてエリーの母親が身を挺して前に出ます。ハマーと同じ普通の人である彼女ですが、娘を守る母親としての強さ、その心の強さを前にハマーは何もすることができません。そして動揺した彼は母親を射殺。錯乱したハマーは逃げるようにその場から立ち去るのでした。誰も彼を責めることはできません。その弱みを見抜き狡猾につけ入る敵のその残忍さに、ただ驚嘆するばかりなのでした。そしてソラリスは壊滅し、彼と共に崩れてゆきます。さて、長くなりましたが、ここまでが前振りとなります。しばらくした後、あいつとの再会が待っていたのです。一体誰がその再会を予期できたでしょう。それは下からやってきます。人機融合。突然現れたハマーは、生きていたことを喜ぶ暇などないほど、その体が変わり果てていたのでした。人機融合とは、人と機械を結合するもので、人が操縦する上で発生する反応の遅れを、脳と回路をダイレクトに接続し、解消する技術です。なぜその技術がハマーに施されたのか。ソラリスが崩壊した際に、体が損傷したために処置されたのかもしれません。理由は定かではありませんが、いずれにせよ、ハマーの体は改造され、敵として行く手を阻むのでした。ちなみに、同様の技術はフロントミッションにも存在し、あちらでは S 型と呼称されています。戦いが始まると、意外とこじんまりとしたギアであることがわかります。また、落ち着きのない動きが、とてもハマーらしいと感じてしまうのでした。戦いの中で、ハマーを説得するようなイベントがなく、彼の姿は、自己改造により、さらに変化していきます。それは凶悪で、より攻撃的なフォルムをしていました。これが、ハマーの求めた力だったのでしょうか。このバトルは、逃走することも可能です。しかし、ハマーから目を背けるわけにはいきません。仲間として、引導を渡すのが、せめてもの手向け。倒した場合のみ、アイテムをドロップします。こうしてハマーは、この物語から退場します。その心まで変えられてしまったものと思われましたが、最後は仲間として、どこか満足げな面持ちで、儚く消えてゆくのでした。今回の人機融合も、悪名高いソイレントシステムも、壮大な計画のあくまでその一端に過ぎません。フェイたちには今後もさらなる困難が待ち受けているのでした。なお、これ以降にハマーの出番はありませんが、リコがその思いを語り継いでいきます。次は、イマジニアから発売された GOD。 90年代オカルトブームの波を受け、ノストラダムス、終末論をモチーフにした RPG です。1999年7月、架空の地球を舞台に物語が始まります。主人公は夏休みを迎えた小学生。北海道に住む祖母の家を目指し、彼の過酷な冒険が始まるのでした。手渡されたお小遣いは1000円。往復だよね。
自転車にまたがり、東京から北を目指します。大丈夫、きっと素敵な旅になるよ。主人公は、旅先で起きた出来事を、逐一日記に書き残していきます。それは、母ちゃんに宛てた手紙のようで、セリフのない主人公の内面が映し出されているのでした。そして、旅に出て間もなく、寄り道した筑波山で、事態は一変します。その山頂から眺める、ふるさとの街、そして、おびただしい数の飛行物体。そう、恐怖の大音が降りてきたのです。主人公は、襲撃されるふるさとを見つめ、やがて、意識を失うのでした。次に、目が覚めた時、10年の月日が経過していたのでした。しかし、10年の間、ずっと寝ていたわけではなく、記憶を失った主人公が10年生き、たった今、記憶の戻った主人公は、この10年の記憶を失ったのでした。なんで、事態が飲み込めない主人公ですが、母ちゃんの安否が気がかりです。家路を急ぐ主人公は、すでに壊滅した、ふるさとの光景を目の当たりにするのでした。もちろん、そこに、母ちゃんの姿はなく、主人公が身を寄せていた施設に戻ると、そこはたった今エイリアンの襲撃に遭い壊滅していたのでした。地球を侵略したエイリアンを倒すため、そして母ちゃんの行方を探すため、主人公の本当の冒険はここから始まったのでした。やがて仲間が増え、イルカに乗って沖縄へ、流氷に乗ってロシアへ、子供ができて、死んで、世界中を旅する一行はいつしか月にたどり着き、そこで暮らす侵略者であるエイリアンもその家族を滅ぼすのでした。そして伝説の地アトランティス大陸に上陸した主人公は、そこで待つマザーエイリアンと対峙するのでした。それはエイリアンの母であり、地球を侵略するエイリアンを生み続けます。戦いの最中にも生み落とされるエイリアン、しかしマザー自体は攻撃をしてくることはありません。それどころか回復してくれます。何か様子がおかしいことに気づきます。そして同時にマザーエイリアンは静かに語りかけてくるのでした。マザーエイリアン、そう、このマザーエイリアンこそが、ずっと探し続けていた母ちゃんの変わり果てた姿なのでした。母ちゃんはエイリアンにアブダクションされ、その体を改造されたのです。エイリアンを生み続ける装置、それがマザーエイリアンなのでした。そしてこれまで主人公は数多くの兄弟を知らずに始末していたのです。マザーエイリアンを破壊した主人公は、終わらない戦いに嘆きつつも迫り来る敵を倒し続けるのでした。ちなみに母ちゃんの呼び方は好きに変えられます。最後にご紹介するのは、任天堂から発売されたマザー3。それはとてもハートフルな物語。ユカ、双子の弟、優しい男の子だ。僕ですか？クラウス、双子のお兄さん、元気な男の子だよ。僕ですか？僕、強くて優しい、頼れるお父さんだ。僕ですか？ヒナは、大好きなお母さん。僕ですか？ポニー、勇敢で利口な犬。本作は、愛しさと切なさと、糸井重里によって作られた、マザーシリーズの完結作。さて、ユカとクラウスは、母に連れられ、山奥にある、祖父の家へ来ています。何日滞在していたのかは、わかりませんが、今日はその最終日。この物語の舞台となるのは、ノーウェア島。どこかわからない、架空の島。そこでは人と動物が仲良くのんびりと暮らしていたのでした。
何もない田舎ですが、この山奥には多くの生き物がいます。溢れる自然の中で子供たちは決して退屈することなどなく、そのひとときを満喫するのでした。しかしここで遊ぶのも今日で終わり。ご飯を食べたら山を降りる準備をして、麓の村へ帰ります。ひなわは伝書鳩で、仕事の都合でここへは来れなかった。夫の元へ手紙を送ります。二人ともまだまだ遊び足りないようです。今日の夕方までには帰ることにしました。今度来るときは家族みんなで来ましょうね。うちに帰ったら美味しいご飯を作るわね。僕はその夜、誰もいない家でその手紙を受け取るのでした。家族の危険を感じ、村のみんなも協力し、母子を探す大規模な捜索が始まりました。足元の悪い夜の森の中にもかかわらず、必死で捜索する村の人たちに日頃の付き合いの良さを感じます。山奥へ続く道は木がなぎ倒され通れません。やがて木にかかる衣服の端切れのようなものが見つかります。嫌な予感ばかりが募る中、豚マスクに身を包んだ何者かに遭遇したのでした。そしてその傍らには動物のような何かがあります。この村には機械の類はありません。この僕にはそれが何なのか理解できないのですが、この動画をここまで見てきたあなたならわかるはず。それが人の断りに反するものであることを。それはジグハグに改造されたドナカイでした。この辺りでドナカイなんて見かけていません。一体どこで捕まえてきたのか。そういえばオープニングで見たなとか、そんなことを絶対に考えてはいない僕は、なんとかこれを退けます。しかし豚マスクには逃げられてしまうのでした。そうしてようやく子供たちが見つかります。ですがそこにひなわの姿はありません。それからすぐに彼女は発見されるのでした。ひなわは見つかりましたが、その胸をドラゴの牙に描かれ、すでに命を落としていました。怒り、悲しみ、その心はぐしゃぐしゃになり、見境なく当たり散らし、そして静止され合流されるのでした。その間に彼女は埋葬され、村中の人々が彼女との別れを惜しみます。そして姿の見えないクラウスが母親の仇を討ちに単身ドラゴのところへ向かったことを知るのでした。普段温厚なドラゴがなぜ人に牙を剥いたのか。何にせよ子供にどうにかできる相手ではありません。クラウスを追いかけるその道のりの先で待っていたのはメカドラゴ。その見た目だけでなく穏やかだった性格まで変わり果てた凶悪なモンスターだったのです。豚マスクは森の島の動物たちを次々作り変えていったのです。それはより強く、より悪く、より乱暴に。一体何の目的があるのでしょう。目的などないのかもしれません。それは無邪気な子供がいたずらに命をもてあそぶかのようで、ただただ無情であまりにも残酷なのでした。ひなわに刺さっていた牙、その牙を使いドラゴを退けることができましたが、とどめを刺すことはできませんでした。非常には慣れなかったのです。クラウスはどこへ行ってしまったのか。思いは虚しく、クラウスを見つけることはできなかったのでした。ハートフルな印象でプレイヤーを誘い、その心をボッコボコにするハートフルボッコ。こうして物語はまずは悲劇として
始まったのです。そして月日は流れ、あれから3年が経ちました。父は過去に縛られ、その時間は止まったまま、あの日からずっとクラウスを探し続けています。一方、村は劇的な近代化を見せ、村のみんなは幸せな虜となっています。もともとこの村にはおよそ50人の村人がいました。彼らはみんな個性を持ち、同じ人など一人もいません。今この村には多くの人が流入し、無造無造の名主が溢れています。人と人との心の距離は遠く離れていき、もう元に戻ることは決してないのでしょう。この村も変えられてしまったのでした。以上で今回の動画でのご紹介は終わりとなります。いかがだったでしょうか。胸に刺さる展開はございましたでしょうか。ぜひ本動画に関する感想やご指摘などがございましたら、コメントにお寄せいただけますと嬉しいです。またゲームプレイ動画もアップしておりますので、そちらもご視聴いただけたらと思います。それでは最後までご覧くださいましてありがとうございました。